なんすかね。なんで入れたんすかね。僕わかんないんすよね、なんで入れたのか、自分でも。今、歌舞伎町で名を馳せる一流ホストクラブキャンディ。店舗月間売上は毎月驚異の1億円オーバー。ナンバー争いは毎月熾烈さを増す。そんな業界屈指の名店へと成長を遂げたこのキャンディに、2019年数多くの大型移籍者が続々と入店を果たした。彼らはなぜ数あるホストクラブの中から移籍先にキャンディを選んだのか。移籍者から見たキャンディとはどのような店舗なのか。そして彼らの魅力とは。この番組ではキャンディに移籍を果たした次世代カリスマホストたちをピックアップ。そのすべてを余すことなくお伝えする。さあ、キャンディへようこそ。一人目のピックアップホスト、リュウス。某有名ホストクラブから電撃移籍。もともとテレビの出演経験もある彼、現在二十歳という若さでありながら、抜群のルックスと持ち前のキャラクターでキャンディ入店後即ナンバー入りを果たし、その売り上げを維持。今ではすでに幹部補佐にまで昇格を果たした次世代カリスマプレイヤーだ。今回はそんな彼の出勤前、ヘアメイクの様子をお届けしよう。もう起きる時間待ちますなんですけど、起きるから起きてくれてるのがあれば6時ぐらいに、前日にどれだけ飲んだっていう数値が変わってきます。めちゃくちゃ飲むんですけど、最終的にめちゃくちゃ強いわけじゃないんで、酔っ払っちゃうと仕事をしても二日酔いで次の日起きるのが最近はあんまりいなくなってきたっていうのところが、前は結構飲み方が下手だったんで、営業終わりに水をたくさん飲むとか、そういう工夫ができたらと思うんですけど、今それって重要するなって、だいぶ思いますけど、まあ、とりあえず毎日迎えないとしても大丈夫です。ヘアメ終わった後は基本的にスイッチ入って、で、ヘアメしてない自分もその状態の時は、あんまりスイッチ入りたいんで、ちょっとなんか、あんまりいいと思って、看護やっとしてるんですけど、まあでも、キープ。性格はあんまり変わってないんですけど、見た目はとりあえず髪が伸びました。僕高校のバスケ部時代とかは坊主だったりした時期もあったし、伸ばしてなかったんですけど、やっぱホストって、まあ、非日常を味わってもらうっていう意味で、普通にその辺歩いてるような男の人と同じような髪型っていうのじゃなくて、僕のイメージするホストの髪型っていうのをちょっと意識して、僕はあのキャラ作り込んだりみたいなのとかあんまりしないでっていう風にやってるんで、こんな感じですね、もともと。やっぱりなんかヘアメイ結構自分は取れたんですよ。ヘアメイカバンしない方がなんかイケメンでいられる人がいると思うんですけど、あんまりバスケットに決めないと思うんですけど、ヘアメイしとくと絶対いいって、それですごい自分の気合入るし、本当に1週間前ぐらいに新しくて、なんか今までずっとこう、ボードをこっちも跳ねて、後ろも跳ねてって言ってたんですけど、僕、ちょっとピアスをもらい始めたりとか、そのピアスをちょっと見せびらかしたいなっていうので、昨日はこっちの服をこうやってかけて、気持ちよくなってますね。よく指名で来てくださって、自分のお客様だったりとか、その店に来てくださって、ヘルプで使わせてもらったお客様方に、あ、かっこいいねっていうふうに言ってもらうのが、やっぱ自分のモチベーションにつながるね。本当、かなりいいお客さんばっかりですね。キャンディー入りたての頃は、やっぱり買い物した方が買いますし、せっかく買い物だったので自分にいくらお金かけてるかって言ったら大丈夫かも。買い物してるか知らないからモチベーションすごく変わりますし、自分が気に入った部屋じゃなかったらやっぱりテンション落ちますし、この間洗剤のテープがあったんですけど、時間送らせてもらって、もういつも出番って人がいいかなって引き抜いたのに対して、ちゃんとこだわった方がいいな、あんまりできるようにならない。
いや僕中学生の時にヤオーって漫画ハマったんですよ。であれなんか塾の先生にあの偏差値60になるとか書く目標の紙あるじゃないですか。あれなんか中二病だったんでヤオーになるって書いてたんですよ。なんか二十歳ぐらいどうせホストやってんだろうなと思ってたら本当にやってましたまあ生きていく中で世の中の人たちが何人の人が仕事好きかって聞いたら、まあ、好きで仕事してる人なんて僕はそんなにいないと思ってるんで、僕はホストっていう仕事を大好きなんで巡り会えてよかったなって本当に思います。なんすかねなんで入れたんすかね。僕わかんないんですよね、なんで入れたのか自分でも。あ、まあ一応看護師さんの基準満たせばいいやと思ってたんですよ。2ヶ月目にあの昇格基準があるよっていう風に言われてたんで、ちょっと落ちたんで2ヶ月目にバーンって上げて、その看護師さんの基準満たそうと思って満たしたらナンバーも入ったあるし、組数もナンバーも入ったしみたいな。あ、全部ありましたね。ヘルプ力だったりとか、キャンディーって結構売れっ子が移籍してくるんですよ結構。なんでその売れっ子ってまあ基本的になんで売れてるかって言ったらトークが面白かったりかっこよかったりっていう部分で、それって別に指名作だけじゃなくてヘルプ力にも生かされるんですよね。なんでそのヘルプ力が一人一人、まあ流行ってるお店なんで卓がバーってお客様がいらっしゃるんで、1対1で話してても本当に他店に行ったらナンバーワンクラスの人が1対1で普通に接客してくれるっていう部分で、本当にお客様自身も楽しいって言ってくれますし、あとは僕ナビゲーターの方々、お金の計算だったりとか伝票の書き漏れだったりとかミスだったりっていうのは本当にないんですよね。キャンディってしっかりやってくれてるんで、まあそこに対しての不満もないですし、まあ相談する先輩だったり他の先輩たちに可愛がってもらえて、僕まだ上に立つ人間じゃないと思ってるんで、その上を見て育てるなっていうところが本当に美味しいなと思ってます。じゃあ僕この辺がすごいなんか売れっ子の古典の売れっ子の選手とかも来てるところで、そういう古典の売れっ子の選手の姿とかかっこいいなって思うんで、あ、今日もその人たちに負けないようにキャンディーの中だけじゃなくて見せぶりのキャンディーちゃんと勝てるようにしっかり頑張っていく。ありがとうございます。